やったぜ1周年。今日のテーマはこちらです。どうも石戸です。ついにですね、2019年8月1日に石戸のいて開設1周年になりました。2018年の8月1日に YouTube デビューをしたんですよね。まあ実際一番最初の動画を上げたのは、それよりももし上げれなかったらいけないからっていろいろ準備をする段階があったんで、上がってる日は早いんですけど、大々的に YouTube デビューしますっていうふうに言ったのが8月1日です。はい1年間無事やり遂げましたね。はい。でなんで8月1日なのかっていうと、もともと会社の、うちの僕が作ってる会社の設立日が、創設記念日が8月1日なんですよ。なのでちょうど会社のが経営して10年目になるから、その10年目に何か新しいことをやろうと思って、この YouTube やろうということで8月1日から始めたんですよね。いや1年間来れたのも皆様のおかげです。ありがとうございます。でこの1周年の時に何を話そうかなってずっと考えてたんですよね。まあ普通普段通り何も変わらずやるか、それとも1周年だから何か話すかっていうのをいろいろ考えてたんですけど、この前ね、実に素晴らしい出来事が起こったので、もうこれを話そうと。もうすごく感動した出来事があったんで、これを話そうと思って、今日この動画を撮ってます。まあ、本日の内容はですね、ただただ一緒が感動した話、ね、こう、幸福だった話をするので、内容がないかもしれないですけれども、まあ、1周年なんでね、温かく許してくださいよ。そしてね、よかったね、と、寛大な心で思っていただけたら大変嬉しく思いますね。はい。実は2008年に8月1日に岡山で塾を作ったんですよね。で、今年4月には2019年4月に東京で塾を作りました。そう。第2校目、2校舎目がこの東京校なんですよね。はい。ということで僕は今毎週東京に行ってるんですよ。毎週月火水は東京に行く。そして帰ってきて岡山に4日間いるみたいな生活をやってますね。今、はい。そんな中ですよ、こう卒塾生の方が、塾を卒業された方が、久しぶりにご飯でも行きましょうってことで声をかけてくれて、この前ご飯に行ったんですよね。そう、今日はそんな話です。その卒塾生は僕が最初に見た生徒さんなんですよね。そうで、今ではもう立派なドクターになっててお医者さんなんですよね。でご飯でも食べに行きましょうってことで、まあもう仕事してるんで、彼がおすすめするお店でちょっと高級なところに行ったんですよね。料理は本当に美味しかったです。やっぱ高級なお店だからすごく美味しかったです。こんなやつとかね、すごく美味しく見えますよね。実際美味しかったです。はい。ただまあ美味しいだけだったら、美味しくて幸せだったとか言ったら、お前は女性かみたいなね、乙女かみたいになってしまうからね、それな話じゃないわけですよ。もっと感動する話があったんですよね。そのご飯を食べてた最後の時にですね、最後の時にこういうのが来たんですよ。これですよ皆さん。この祝岡山大学医学部進学会東京進出っていう、このプレートでデザートを持ってきてくれたんですよね。いわゆるサプライズってやつですけど、いやもうこれが嬉しくてね、本当に嬉しくて、いやもう感動しましたね。何が感動したかって、もちろんその東京進出おめでとうってことも嬉しかったんですけど、ちょうど覚えてくれてて、8月1日が塾を作った日っていうのを覚えてくれてて、もうその創立記念日ですよねっていうところ覚えてくれてて、だからその前にこのおめでとうございますっていうのを言いたかったみたいなので、だから結構いつ空いてますかって連絡くれてたんですよ。でこの日どうですかみたいな感じで連絡くれてて、ちょうど7月の終わりですね、もう最近あったんですけど、あ、このためだったんだみたいなね、それがまず嬉しかったですよね。いや嬉しい、本当に嬉しかったですね。でもちろん他にも東京進出おめでとうって言ってくれてる人はいるんですけれども、何よりもそのやっぱ卒塾生の人がね、いやこれを見てくれてる卒塾生の皆さん、別にお祝いしてなんて一言も言ってないですよ、大丈夫です。はい。卒塾生の子がなんかこう社会人になって
その稼いだお金でこういうふうに僕にこのプレゼントをしてくれるっていうのがもうめちゃくちゃ嬉しかったですね、うん、本当に。その子はなんかその医学部に入るのに結構苦労したんですよ、うん、成績がすごく良くなくて、うん、何とかしたいってことで、実はなんかちょっとすごく長い話になるので本当にまあリラックスして聞いてもらいたいですけど、実はその子って塾の生徒ではないんですよ。いわゆるなんかこのチラシを出してお問い合わせがあって入塾したみたいな感じじゃなくて、実は僕の後輩なんですよね。後輩、よく知る後輩で、まあ、僕5年浪人して医学部に入ってるじゃないですか、うんうん、そしたらもうなんかこう地元岡山ではちょっとした話題になるわけですよ。あの人が医学部入ったらしいよ。え、医学部、あの人が入ったの、どこに入ったの、岡田医学部らしい、岡田医みたいなね感じで話題になった なって、で僕の仲良かった後輩もそれをね聞いて、僕が報告したのかもしれないけど、合格したよって言ったのかもしれないけど、そこでちょっと先輩教えてくださいよみたいな感じで言われたんですよね。それはもう彼が何年か浪人してる時、まあ個人情報も何年浪人してる時とかちょっと言わない方がいいかもしれないので伏せてきますけど、まあ、割と浪人してる時に僕に連絡してきたんですよね、うん、そう、もちろん後輩なんで五浪以下ですよね。僕が五浪してるから彼後輩だからね、それは七浪とかおかしいよね、うん、まあけどそれなりに浪人しててちょっとこのままじゃいけないってことで連絡してきて、ちょっと教えてくださいよって言って、で僕も大学入ってすぐに実は塾作ろうと思ってたんですよ。すぐに塾っていうのもいわゆる教室構えてやろうと思ってたんですけど、そうじゃなくてその後輩に言われて1年こう作るのを遅らせたんですよね。どういうことかっていうと、その2008年に作ったのは作ったんですけど、2009年にその校舎を構えたんですよ。わかりますかね。で2008年から2009年何してたかっていうと、まあ、もちろん経営の勉強してましたけど、その後輩をこう毎日毎日教えるってやってたんですよね、うん、本当に朝から晩まで英語だったり数学だったりなんかこう理科だったりね、うん、を教えてたんですよ。なんか懐かしいなと思ってから、うん、でそのね後輩が合格しましたって言って、こう合格したのは石戸先生のおかげです、まあ、彼は石戸さんって言うんですけどね、僕の後輩だから石戸さんのおかげですっていうふうに言ってくれた彼がですね、こう自分で稼いだお金で、ね、プレゼントくれたことがもうすごく嬉しくて、いや本当になんかちょっと感動して涙出してますけどね思い出だけで涙出せれるってすごいですよね、うん、いやもうそれが本当に嬉しくてね、もう一人前の医者になりましたって言って、ここはご馳走させてくださいって言って、うん、やってくれたのがもう本当に嬉しくてですね、いやもう幸せだなと思ったので、ちょっとこの動画を撮らせてもらおうと思いましたね。ちょっと感動してしまいましたねちょっと一旦止めて涙を拭いていきます。いやすいません、失礼しました。ちょっと感動してしまいましたね。この思い出だけで感動してました。さすがにねその場では僕もやっぱ先輩だから、ね、塾の先生である前にこう先輩だからこう泣きはしませんでしたけど、なんかこうね、ちょっとこう、もうお前もなんか一人前だったなみたいなね感じでこう言ってましたけど、めちゃくちゃ嬉しかったんですよ本当に。これちょっと後輩見れてて恥ずかしいけどな、うん、まあ忙しいから、ドクター忙しいから見てないでしょ多分ね、うん、けどなんかすごい、うん、嬉しかったですね本当に。なんかこう東京進出おめでとうっていう風にこの気にかけてくれていることも嬉しければ、8月1日を作った日ってのを覚えてくれていることも嬉しければね、うん、さらにこうあの後輩がね、全然、こう、うん、なんともならないって言ったら失礼だけど、うん、本当になんかこう、その時も話してましたけど、なんかB っていう、周期表の B を放送っていうんですけど、それをなんか、バリウムとかって言ってたり、ね、あとなんかバスってあるじゃないですか、BATH のお風呂っていう単語、それをバッとみたいな感じで言ってたような後輩なんですよ本当にね、うん、もちろんなんかその全然わからないわけじゃなくて、他の分かってる部分もあったんですよ。でそういうなんか一面もあるような後輩で、なんかこう本当に朝から晩までね、で僕も大学があったから大学行って、ただ1年生とかだったら割と時間があったんで、終わったらすぐ教えてとか教材作って教えてみたいな感じでずっとやってた後輩がね、こう社会人になってっていうのは本当に嬉しかったですね。はいはい、でそこで思ったのは、やっぱりこの
なんかちょっと深い話になるかもしれないけど、こう幸せを作るのってやっぱ人だなって思いましたね。うん、なんかこうともすれば若い人たちってお金が大事みたいな風になるじゃないですか。お金もお金で大事だと思うんですよ。今回のこととかもお金がないと成立してない事象だから、そもそも僕が東京に行けないし、お金がなかったらね、うん、美味しいご飯も食べれないし、多分それはきっとそのなんかプレートみたいなのを作ってくれるのは何かオプションでかかってるはずですよね、うん、まさかその後輩のお店じゃないと思うからね、うん、いやいや何そんなだったら全然やりますよ、無料でやりますみたいな感じじゃないか、そのプレートもお金がかかってると思うから、お金はお金で大事だと思うけど、やっぱそれを超えた大事なものってやっぱ人なんじゃないのかなっていうふうに、いや本当にね思いましたね、うん、なんかこう幸せは何から生まれるかっていうと人から生まれる、僕は本当にそう思いますね、うん、だってそうですよね。お金によってお金を使って何がしたいかっていうと、何かそれは行動とかしたり何か買ったりすることをしたいんでしょうけど、それも人が作ったものですよね。何か買うのも誰かが作ったものだし、ね、何か体験するのも誰かが作ったサービスでやってるわけだから、やっぱ人なんだと思うんですよね。でその何か購入したものっていうのが、このお金で買えるものでも、そこに何かこう味を加えたり、その物以上の価値を生み出せるのはやっぱ人の気持ちだと思うんですよ。うん、その何でしょう、誰がやってもさ嬉しいですよ。別にこれからね、ああ動画見てすぐ消して、うちの住所調べていろいろ送ってもらって構わないですよ。投票紙に染めてとったら嬉しいですよ。けどその後輩がね、僕のが一生懸命教えて医学部に合格してドクターになってる彼が、その8月1日ということを覚えててくれて、やってくれてることが何よりも嬉しいですよね、うん、だからやっぱりそういう幸せを生むのってやっぱ人だなって思いましたね、うん、なんかこうちょうどこの8月1日っていう節目に、なんかそういう幸せな気持ちを感じさせてくれてると同時に、なんかこう原点みたいなのを思い出させてくれてる、うん、僕の後輩でもあり塾生でもある彼になんかすごくこう、うん、感動した、うん、感動した、うん、っていう話ですね。これを話したいなと思って、はい、まあ、そんな感じでね、人の素晴らしさってもう本当に感じましたね。なんかこの YouTube やってるのもよく聞かれるんですよね。なんで YouTube やることにしたんですかっていうと、まあ正直言ってそこまで考えてないんですよ、何も。ただやりたいからやってるっていうのが率直なところで、あ、ちょっとやってみようかな、面白そうと思ってやってるっていうのが正直なところなんですよ。ただ一方でそのいくつかそのやることによって生む、こういうことができたらいいなって思ってることがあって、その一つがこの人と会いたいっていうのがあるんですよね。 YouTube やっててすごくその人気 YouTuber になるって言ってるじゃないですか。じゃあお前人気 YouTuber 何が、人気 YouTuber になって何がやりたいのと思われるかもしれないですけど、人気 YouTuber になってやりたいことはその教育面でこうもっとその教育に関心持ってくれる人がいたらいいなとか、教えることを仕事にしようと思う人が出てきたらいいなとか思ったり、その無料で YouTube だったら見れるから、それによってその地方格差というかそういうのがなくなればいいかみたいな話もあるんですけど、それよりもその僕が思ってるのは、ちょっと自分の私利私欲的なことで申し訳ないですけど、やっぱこう人に会いたいっていうのが僕すごくあるんですよ。人に会いたいってじゃあ誰に会いたいかっていうと、まあいろいろ会いたい人がいて本当にいっぱいいるんですよ。まあそのなんかすごいね、塾の先生とかやってたらなんかすごい数学者とかに会いたいと思われるかもしれないですけど、そういうのは全然なくて申し訳ないけど、例えばワンピースを描いてる小田栄一郎さんとかね、うん、あれどういうシチュエーションで描いたんですかとか、あれどうなってるんですかみたいな話もとか聞いてみたくないですか、うん、そういうのとか、あとはやっぱりね、この YouTuber の方、それこそヒカキンさんですとか方にもお会いしてお話を聞いてみたいですし、あとはこのミュージシャンの方、うん、僕音楽好きなので作詞とか作曲ってどうやって作るかとかすごく興味があるし、そういうなんかこういろんな人に会いたいから YouTube やってるっていうのはありますよね。何かその人生になんかこう幸せを生み出すのはいつでも人との出会いだと思ってるんですよ、うん、そういうのをなんかこう改めて感じさせてくれた出来事であり、しかもなんかそのね、
ちょうど8月1日ってことを後輩であり塾生である彼が覚えてくれたこともあり、今日はですねこの動画を撮らせていただきましたね。なんかこう、まあ取り留めのない話ですけれども、まあいいじゃないですか、1週間なんだから、たまにはねこういうのもあってもいいんじゃないでしょうか。今日はですね1周年を記念して石戸が感動した話をお送りいたしました。さて本日の石戸の日テレいかがだったでしょうか。本日はですね感動した話をお届けいたしました。まあ、すごくこう思い出が詰まった人にね、こう思い出深いことをやってもらってすごく感動したんですよね。感動したと同時にまたですね、やっぱりこうそういう感動をくれるのはいつでも人だなっていう話をさせていただきましたね。幸せを作るのはやっぱり人、人との出会いが幸せを作るという話をさせていただきました。またですね同時に、こう教育やってきてよかったなって思ったんですよね。やっぱりこういい教育っていうのは人の人生を変えて、その人生が変わったことに感謝されて、その感謝がこう自分に返ってきた時っていうのはすごい何物にも代え難い喜びがあると同時に、その嬉しい気持ちを感じるためにもですね、今後もますますこう人の人生を変えれるようなねいい教育コンテンツを提供していきたいと思いましたね。今日の話感動しました、ありがとう石戸よと思った方はですね、ぜひ高評価ボタンを押していただけたら大変嬉しく思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。また今日ちょっと初めて見たけど、なんかちょっとこう変わった人かもしれないけどちょっと興味があるかもと思った方はですね、ぜひこの機会にチャンネル登録ボタンをポチッと押していただいて、チャンネル登録いただけたらと思います。1000目指してるのでぜひですねチャンネル登録をポチッと押してください。よろしくお願いいたします。これからですね2周年3周年と頑張っていきますので、ぜひこれからも応援をよろしくお願いします。またですね、まあ良かったですねと思っていただくだけではなくてですね、ぜひあなたの大切な人にも同じように感謝の気持ちを伝えたり、何かプレゼントしたりとかどうでしょう。特に中学生高校生の方であればご両親ですね、親御さんにご両親にありがとうとか言ったり、何か手紙とかを送ったりですね、プレゼントをするのもいいと思いますね。なんかその僕まだ結婚してなくて子供もいないんで、まあ、そうですよね、結婚してなかったら子供いないわ子供いないんですけど、なんかこう子供からなんかこう子供が一人前に育ってプレゼントとかもらったりするとこういう気持ちになるのかなっていうちょっと感じた瞬間でしたね。めっちゃ嬉しかったですね。その場ではねちょっとクールにしてましたけどね、なんかこうやっぱ後輩ですからね、お前も一人前だったなみたいな話をさっきも言ってましたけど、してましたけど、まあ、本当嬉しかったですね。ぜひあなたも身近にいる大切な人に感謝の気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか。そうすることによってその人も幸せになるし、そうやって幸せの連鎖が起きていくといいですよね。なんかこの動画がきっかけに幸せが連鎖していったらいいですよね。そう思います。ということはこの動画をやっぱ広めていってほしいですよね。ということは SNS とかねみんなに拡散してもらえたら嬉しいですよねはい。で話は変わるんですけれども、ちょうど今日から1ヶ月間毎日投稿していこうと思います。チャンネル登録者数を1000を目指してます。1000を超えた時には9月から週4回投稿になるので、ぜひですねチャンネル登録1000を応援していただけたらと思います。これからですね1ヶ月間毎日投稿頑張っていきますので、ぜひですね引き続き一緒のイテレをお楽しみいただければと思います。はい、今日はですね1周年記念ということでちょっと取り留めのない話をさせていただきましたけれども、明日からはですねしっかりテーマを持って内容のあるコンテンツを配信していきたいと思いますので、これからもですねぜひ応援をよろしくお願いします。それでは2周年に向けて頑張っていきますので、皆さんもぜひ引き続きご覧いただけたらと思います。それでは明日の動画でお会いしましょう。 See you next time。チャンネル登録はこちら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 。